えー、今日の森下千里さんの動画を見ましたが、あまりにもご本人の説明が具体的ではなく、政治家として給与をしゃべるレベルではないと思いました。自民党もあんな1人候補者にするなんてひどいと感じましたが、ヒュさんどう感じたんですか <laughs> この名前、成田祐介って書くのが悪意ありますよね。<laughs> あでもあの、皆さんご存知ないかもしれないですけど、多くの政治家の方ってあんなもんですよ。あんなもんって言い方もしてるんですけど、あんな感じですよ。あの その、世の中に出てくる政治家の方って、割とその喋れる人が出てくるんですよ。だから、その、じゃあ朝まで生テレビに山本一太さんっていう、今、群馬県都知事に、あの、群馬県知事の人が出てましたみたいのが、ね、結構喋れる人だから、政治家ってあれぐらい喋れるんだって思い込んじゃってるだけで、実際、政治家喋れない人が多いですよ。いや、その、あの、臨機応変に多くのことを知る必要がないんですよ。 そのじゃあ,あの、日本をこうしたいとか、社会をこうしたいと思ってる人っていうのは、結構まれであの、政治家の代替って、利益代表なんですよ例えばその、じゃあ、郵政系って言われる人たちが昔いたんですけど、その郵便局員が幸せになるために、郵便局員の組合の中から選ばれてで、その郵便局員がみんな投票するから、政治家になるよね、みたいな人って、別にその日本全体とか、社会とかってどうでもいいんですよ。 だかその郵政のに関して、その郵便局員が困らないような形にすればいいっていうだけなので、他のこと何も知らないっていうのは当たり前なんですよ。まあ、議員ってやつなんですけど。 なのでそのなああの、その、なんか、じゃあ,あ、の、国政、その、なんか、例えば、じゃあ、の、なんか、あの、その、土剣系の人とかだと、あの、国土交通省みたいな、この大臣とかになって、で、じゃその、うちの地域とかに、その、なんか、あの、高速道路倒産権とかっていうところに予算の配分をもらうっていうのが仕事なので、なので、別にその、自分の県にトンネルを作るための予算をもらうっていう仕事のために一生懸命頑張るだけで、じゃ別にその、沖縄に米軍がいるかどうかとか、超どうでもいいんですよ。っていうのが、 多分政治家の6割ぐらいじゃないですかね。ただその表向きにその出てくる政治家って、党首とかになると、やっぱりそのいろんなことを知ってして喋れるので、で、表に出てる人ばっかりみんな見てるので、そのなんか、ちゃんと日本のことを心配したり、日本のことを考えてやってるんだと思ってらっしゃる方って多いんですけど、あの、政治家ってそれが普通なので、なので、あの、そういうものですよっていうことなんじゃないかなと思いますけども、はい。